本日は6月19日に行われるザ・マッチ世紀の一戦那須川天心 VS 武尊にて、当初予定されていたフジテレビ系列地上波生中継が突如契約合意に至らず放送取り消しとなり、それに対して朝倉未来選手が気になるコメントを残し物議を醸しているので、そちらについてまとめていきます。武尊選手はかねてからザ・マッチ地上波生中継に対して、地上波ゴールデンタイムに格闘技を戻すためにやってきた、たまたま格闘技を見た人に格闘技を好きになってもらってハマってもらいたい、フジテレビで生中継してもらえるのは心から嬉しいと語り、ザ・マッチ地上波生中継を心から喜び、格闘技をより世間に知らしめるために活動してきたとコメントを残しております。そんな中、試合まで20日と迫った5月31日、突如フジテレビ側と主催者側での合意に至らず、ザ・マッチは地上波生中継中止とのアナウンスがされ、その翌日朝倉未来選手は自身のツイッターにて、地上波って今そんな大事かな、大会の中で一番の視聴率取ったことあるけど YouTube の 2,300 万再生と同じレベルの反響だった気がする、どこで放送してても見られると思うんだよな、結局今はそういう時代、日本では格闘技が浸透していなかったからか、地上波で見てください知ってくださいだったけど、格闘技は本来もっと尊重されるスポーツ、命を懸けて戦ってるのにお金を出すのは当たり前だと思う俺は、こればっかりは社会の変化についていけない人が多い印象、でも仕方ないよな、今までの日本のやり方がそうだったからと連投し、自身の格闘技地上波への思いを語っております。この朝倉未来選手のツイートに対してファンの中では、マジでどこまで行ってもプライドの塊で草、もう30だろ落ち着けよ、そして武尊天心はあなたより格闘家として格上だし、あなたの視野の外のこともよく考えているのよ、自分への反響の話じゃなくて、武尊と天心は競技人口とか将来の格闘技界のための発言、ビジネス的に今後格闘技をどう配信するかじゃなくて、この1回限りをいかに多くの子供に見てもらうかの回答は地上波、武尊と天心の思いを全く考えてないんだな、影響力があってましてや大会に出ない人がするべき発言じゃないやろ、今回の一連のツイート残念すぎるわ、当事者でもないのにまた KY なことをツイートして格闘技ファンの気持ち逆なでしとる、もう格闘技やめて本業の YouTuber に専念した方がいいよなど、朝倉未来選手の意見に対して批判的なコメントが多く寄せられております。注目の集まるザマッチ地上波生中継の行方はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。